ってリスクを負わなければいけないんでね。アリークロスが上がってくる、ヘディングシュート、ゴールキーパーのニアセービング。いや今野沢ですよね、野沢から柳沢、素晴らしい動きに対して見逃さずに素晴らしいボール、そして素晴らしいシュート。両チームともにゴールキーパーの好セーブが続いています。